はい、どうもパチモス協会でございます。というわけでワクチン2日目っていうか、昨日の3時に打って、ただいま翌日の、5時半でございます。いやー、結構ね途中上がりにくかったんですよ。ようやくちょっと上がりやすくなってきました。で、仕事をちょっと今日午前中してたんで、結構でもそこそこしたんですけど、それの影響かしらないですけど、ちょっとね手の甲までちょっとなんかしびれるというか、なんかちょっと違和感が出てたんですけど、ようやく今の時間になりまして、ある程度上がりはしないけど、まあ、この辺まで上げたところでそんなに痛くなくなってまいりました。というわけで、まあ今日ちょっと安静に、2時半からぐらいかな、2時ぐらいから安静にしてましたんで、なんとかほぼ回復してきてんのかなっていう感じもあるんですけども、どうしようこの後、まあとりあえずゆっくりとしたいと思います。はい、さてただいま11時でございます。というわけで、何時間も経ったんやろ、まあ、2日目のもう11時なんで、1、2、3、4、5、6、7、8時間、32時間経ちました。でね、いよいよちょっと異変が出てきます。異変というかね、改善、手が上がる、痛いよ、痛い、患部が痛いけど、筋肉痛的なやつはほぼなくなってきました。うん、上げると患部が痛いっていうだけで、大体まあ2日ほど経つと大丈夫という、今 こっちの手ね、こっち打ってない方やけど、打ってる方の手で持ったところじゃないですか。今日の昼間これこっちで持つだけで結構痛かったんですけどね。というわけで、もうおそらくこれで明日は大丈夫なんじゃないかなと思っております。まあ、というわけで起きてみたらまた変わるかもしれませんけども、本日はこのまま就寝して、ビールもね一杯だけちょっと飲んじゃったんですけどね、別に問題なさそうです。というわけで、明日体温結構いいんだけどね、まあもう問題ないと思いますので、寝たいと思います。おやすみなさい。ございます。というわけで、ただいま8時半でございます。昨晩だいぶマシになっておりまして、一応シップとロキソニンを貼って朝になりました。腕の調子は、はい、あ、ちょっと上がる、これ以上上げると痛いけど、まあだけど患部が痛いぐらいで仕事するには問題ないかなみたいな、駆動静かぐらいの動きはできるかなって感じですね。はい、まあというわけで、ちょっと体温計は来てませんけども、大丈夫ですおそらくもう大丈夫。それはもう3日目になって、ただいま 何時間だったの、もう24時間、24時間と、18時間、24時間と18時間足したら42時間、42時間も経ってますので、42時間も経ったらこれぐらい、ただ注射したところが痛いですけども、筋肉痛的なものはなくなってます。むしろ4日ほど前に草刈りした時の筋肉痛がまだ太ももに残ってるぐらいなんで、そっちの方がきつかったです。これぞ老化でございます。というわけで、ちょっと短い動画になっちゃったからな、まだちょっと今日は合間合間に、おっさんの私生活動画なんでね、まあ、ワクチン経過プラス最近買ったもんでも紹介するか。ちょっと服とか買ったりとか、マーチンのブーツが増えたりとか、ジーパン修理したりとかちょっとしたんで、まあ、その辺をまたね、ちょっと今日仕事もあるんで合間に撮れたら撮りたいと思います。ほんなまた後ほど。はい、というわけでね、ワクチン打ってすでにもう49時間2日以上経ちました。で、仕事もね普通にしてましたけど、腕はね普通に上がります。ただ関節と肩甲骨が若干痛いかな。あと注射した患部が上げると痛い。ただ
別に支障はないですね。まあ大丈夫ですね。体温計とかも来たんですけども、まあもう普通なんで、温度測ったら仕方がないんで、ね、体温測ったら仕方ないんでね。うん、まあちょっと最近ね、さっきも言いましたけども、最近買ったもんでも紹介しますか。よっしゃ、では最近買ったものでございます。これジーパンですね。はい、ピナコニャーニャー言い出した。ロードランナーですね。最近ちょこちょこロードランナー、囚人パンツとかも出たり、デニムのダウンとか買ったりしてたんですけど、これバイカーズパンツ、バイク乗るとき、バイク持ってないんですけどね、まだね、仕上がってないから、膝曲げたときにゆとりがあるように膝のところがこういうのになってたりとか、ペットもちょっと独特ですね。股が結構浅め、ボタンが3つしかない、大体のGパンツ4つあるんですけど、これ3つしかない。後ろも結構合わってて、まあさ、シート座ってて擦れそうなところは補強してやるという感じの、このロードランナーのバイカーパンツ。バイク乗りの人がどうですか、こんなジーパン。割に細身でね、いいですよ。31インチ買いましたけど、こんな感じですね。あと昨日暇だったんで、900円で買ったドゥニームの膝、もうこんなに直して履いてる人いないでしょ、それ自分で900円のジーパン、こんなに履き込むかというぐらいね、膝もう叩きまくってますね。はい、こんな感じでやっております。で、マーチン2層買いました。ちょっとサイズアップしたんで、こっちが UK10 のこの UK9、28から29センチくらいかな、こっち28かな、 28.5 とかかもしれませんね。買いました。綺麗でしょこれ。これね、これ最初に偽物が持ってたけど、ソールがこんな感じなんですよ。普通この8ホールとかそういうのこういうソールなんですよね。イングランド製でもここにイングランドって書いてあると思う、こういうソールなんですけど、このこういう綺麗なうさんくさいソールがついてるんです。実はこれアメリカの方とか結構売ってるこの厚底のソールなんだそうです。これほんまにマーチンだそうです。こんな状況に残ってるの調べたら結構2万円ぐらいしますけど、私1万円ぐらいで買いました。綺麗、メイドインイングランドでこの状態どう、調べてもらっていいです。2本あんま入ってないっぽいですね。これアメリカ買い付けのやつらしいんで、この2足のマーチンを買いました。で、今売る準備をしているマーチン4足売って、今度は赤茶をできればね、ホワイト茶で買いたいんで、ホワイト茶のマーチンを8ホール10ホール9から10ぐらいのサイズで買いたいなと思ってます。紐もパンク結びでございます。パンク通しですね、パンク紐ですね、はい、やっております。この細めがかっこいいんだよね、黒にはやっぱ細めのこの紐ですね、うん、よし。でですね、ついに今日発売日のカメラが到着しました。これ何だっけ、 ZV-E10、 ソニーの ZV-E10 っていう、今これ撮ってるのが ZV-1 っていうカメラなんですけども、それのまあ後継機というか、まあ、レンズが変えたりできるようなやつですね。はい、開けてみよう。まだ今初めて開けるの、こういうのはね、一本の動画にする人多いんやけどね、俺カメラ別にそんな詳しくないから、もうちゃちゃっとやって使う。バッテリーは、前のと違うな、 ZV-1 と違うバッテリーですね、これ、まだ買わないな、予備で、これ USB ですね、 USB のコンセントで、これはあれね、これ ZV-1 の時もついてましたけど、このマイクのところの、風防で、これはストラップかな、使いません。で、これ充電する USB-C ですね。で、本体、今回はレンズが交換できるようになっているそうなんです。ああ、ね、ちょっとでかいけど、サイズがちょっとでかいね。今ちょっとやってるカメラ、撮影してるカメラで比べてみました。で、今回はこのレンズ、今までは普通のコンデジみたいな、この ZV-1 そうやったんですけど、
込んでみてレンズ変えられなくて、今回こうレンズが変えられるというね。いいね、いいですね。買っちゃったな。8万1000円でしたね、税込み送料込みで、ね、レンズセットでね。でちょっと充電できてんのかな、どうやろう。この辺は似たような感じですけど、ね、どうだ、オンしたけど電源入ってないか、入らないか、やっぱ充電しなあかんのか、充電できてないな充電ちょっと最初確認できるように充電しておいてほしかったな。まあ充電できてない。はいはい、というわけで新しいカメラでただいま撮影しております。どうなんちょ、あのマイクも一応違うんですよね、違うマイク使ってるんですよ。今までのルードのちっちゃいあのマイクロのマイク、マイクだけにマイクロ、今までこれで撮ってたんですけど、このマイクね、これよりももうちょっと高性能なマイクを、ピントがねいまいち合わねえんだよな、ピントがバカなんだよな、ちょっとこれね、俺の思い出を忘れろ。まあ、これね、はい、これ使ってたんですけど、どうでしょう、違うかな、まだこれ編集してないんですよ。ただこのカメラをね設定している最中にもごもごしておりましたら、水槽のポンプが暴走しまして、暴走したというかね、ホースがねなんかじわじわ外れてたんでしょうけど、外れて水がプシュッと噴水のように噴き出し、その噴き出した水が自らポンプにもかかり、そのポンプが水浸しになって死に、そのお隣にあった私の2年ほど2年もまだ経っていない、すごく高くておまけに調子が悪くて先日マザーボードを載せ替えたところのパソコンにかかりぶっ壊れました。キキュキュキュ。多分ね、多分電源ここにこの辺に水かかったからさ、絶対わーって水かかったからさ、ここにある電源だけがぶっ壊れたかなと思うんですよ。電源がぶっ壊れて、多分ここにあるビデオカードちょっと濡れてたんやけど、ここに乗っかってこのビデオカードね。濡れてたんやけど、多分これは大丈夫なんですよね。多分ね、バチーン言ってきてたんですよ。で多分ここに電源があって、この電源がちょっと濡れてたから、結構下にこの水溜まってたから、おそらく電源がぶっ壊れただけで、電源を、今、再度注文しましたんで、買い替えて、まあそれが月曜日か火曜日まで来ないんですけど、それ乗せ替えて、どうかなっていう感じで様子見たいと思います。ほんとついてねえわ。ほんとついてない。というわけでこの動画はノートパソコンで編集しないといけないんで、やる気が出ないんで、また今度にしますそのうち投稿します。まあ明日明後日になるかな、わからんけど、明日も明後日もちょっとお仕事忙しいんで、やる気が出ねえ感じもするし、晩酌動画も投稿する気力がねえかもしんねえな。まあだけど晩酌動画ぐらい投稿しようか。はい、ちょうどね、もう今ね、あの水槽のポンプ、違うやつ一応あったんで、まあちょっとハイパーのやつなんですけど、それに付け替えて、もう9時でございます。疲れました。シャワー浴びて、晩酌したいと思います。というわけで、ほな、もうワクチン打ってもでもこんなんです。痛いけど、ちょっとね、はい。ほなね、これ、合うてんのかな、ピント。なんかね、ZV-1 の時よりね、ピントの感度が悪いんだよな、あんまほら。なんで俺にこう、ずっと俺を思い出すのかな。ほら、合わないでしょ。色も暗い。商品レビューモードにしているはずなんですけどね。なんかあと、このなんか光ってる感じが出てるよな。何やのこれ。手の甲に。あ、大丈夫だ。気のせいだった。俺の目が汚れてたんかもしれない。なんかね、ピントの合いが悪いね。まあだけど 16mm50mm や 1650 のレンズなんで、ちょっと離さないといけないのかな。これぐらいで調子かな、ピントも。うん、まあわからん。ちょっと使っていくうちに慣れていくと思います。というわけでバテモス協会でございました。いいことばかりは続きません。さて1時になりました。あれから
前回のっていうかこの前のね1個前の映像から5日後注射から 1週間経ってないかな、6日が経ちました。あ、1週間か。あ、違う、え、何日、6日か、注射から6日ぐらい、水曜日に打って木金土日月火、今火曜日なんで6日が経ちました。腕の方は、はい、上げられます。もう4日ほどでとりあえず痛みはなくなりました。あの患部の痛みもなくなったんで、はい、もう元気です。というわけでパソコンの電源が到着して、水没死亡したパソコンを多分電源だけで治るかなと思っているんで修理していきたいと思います。あー、めんどくせえな。でもパソコンがないともっとめんどくさいから頑張ります。さてやっていきますか。もうたまらんわ。ここに電源が乗っていたんで電源ぶっ込みたいと思います。うまくいくかな。なんかこんなんもちょっと傾いてるな。大丈夫かな。よし、買った電源はこちら RM850X コルスター、コルサーかな、なんかわからないけどこれ、はい、一緒のやつです、もともとつけてたのと。こいつをとりあえず装着するかな。はい、あー、これで治ってほしいな。もうほんまビデオカード言ってたら最悪やわ。こんにちは。あれから1日経っております。パソコンの修理し始めてから、無理でした。はい、何が原因かよく分かりませんがパソコン立ち上がりませんでしたんで、はい、両名マザーボード機能注文してもう乗せ替えだったわ。つい数ヶ月、1ヶ月か2ヶ月ぐらい前にマザーボード買い替えたとこやのに、おかげさまで向こうの方でパソコン映ってると思いますけども復活しましたけど、毎回やるごとにマザーボードを乗せ替えたのにプロダクトキーが無効になっちゃって買い直させられてます。まあ Amazon とかでね、 Amazon じゃないわ、ヤフオクとかで安いプロダクトキー売ってますんで、まあ、数百円なんですけど毎回買わされてますね。あの再認証してくんない。引っ越しとかみたいな感じだったらいけるんやけど、マザーボードがぶっ壊れたとかそういう状況でのライセンス移動はもうめちゃくちゃ複雑っていうか面倒くさくさせられてるんで、もうこんなことなら数百円ならネットでプロダクトキー買った方が安いということで買いました。はあ、もう散々だぜベイビー。あのあとね、昨日はねやさぐれて飲んで辛いもんまで食べてね、ほんで今日というわけでね、だらだら長かったんだけど、まあ手ははいって治ってます。でも昨日パソコンをねこうね中腰、ずっと中腰こうかがんでずっとやってたからね、腰はしました。痛いです。パテもそう、腰が非常に痛い。仕事に支障がある、シルダン油やってますんでやっぱね腰が命ですんで、いやーちょっと今日は控えめに、はい、指使っていこうかなと思います。まあというわけでね、とにもかくにもまあなんやかんやとやりましたが、うん、おっさんはこんなそんなこんなでも毎日生きておりますので、皆様も諦めずに勇気を出して、はい、自信に満ちた人生を送ってください。というわけでほな。